ゼネラルミーティングをに行く、ね、それを誘う中国人、ね、それで聞いちゃって出れなくなったピッチャー困ったでしょう、ね、それこそ困った時の神頼みって、まあ、それはね今回の話題じゃないかと言われちゃうんだ。俺ちょっとあのいっぱいあるんだけど、まず一つはさ、はい、映画がつまんなかったってやつを置いといて、すごくね、福島のなんだろう、まあ、3.11 なんか出てきて、はい、あれの前後4月までの間って俺毎日出てきて、あれ困るよね。だからね、俺さ何度もこれ一度言ったことで、ね、今日引っかかっちゃったけどさ、別に俺の単位もね640くらいいるからいいんだけどさ、もう分かってるでしょ、俺が福島の本当のこと書いちゃったけどさ、ね、それとかあと何だろうな、あれだよ、北朝鮮の武器をちゃんと買うと、話したくないのかな人は。はあ、これはね、あと自民党褒めると前向けるんだよね、また、ね。マジですか？うん、いや、社民党とか民社というあのだからピースボートいなくなってくるのかなって感じだね。ああ。ねえ、本当そうなんですよ。ある程度現実を受け入れないといけないからな。はい。そんなことでね、困った時の神頼みね、はい、1分18秒ぐらい言っちゃったんだけど。あれ。神頼み。神頼み。いや本当にもう困りましたよ本当に。でね、この間ね、やっぱりいろんな話もしてて、はい、まあ、細かいこと、マックが嫌だとかいろんなことも話したしね、あれだけど、修斗君が困ったことってないの？逆を言うと。時間がない。ああ。以上です。まあ、そう、ダメだ、それで終わらしちゃ。あのね、時間をね、やっぱりね、使うのが下手だから、時間がどんどんなくなっていっちゃう。うん、まあね、うん、だからもう時間がないのがストレスになってきちゃってるので、そう、うん、まあでもほらある程度は睡眠時間削ったりとか、うん、あの頑張ればできるんですけど、やっぱりある程度以上はちょっと無理があるので、うんうん、俺ね一つ困ったこと、新しい困ったんだけど、はい、俺日記いっぱい書いてんじゃん、はい、デリキンとかやってんじゃん、はい、ラジオやってるじゃん、はい、商品ブログもやってんじゃん、はい、すっごいブログなんですよあれね。やっぱり書いてて血圧とかテンション上がってくるんだよすごく。いや楽しくてさ、よしやったぞ、アップロードするでしょ、はい、で最後がデリキンなの、はあ、だいたいいつもねラジオが一番トップで、その後から日記バン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 ってやって最後デリキンなんだ、はい、でデリキンってさ自分のどうしても気になるような記事を、はい、まあ、あのアップして写真添えて自分のコメントを入れるんだよ、はい、最後アップした時興奮しちゃってさ、はい、他にもっと書くもんねえか書くもんねえかってさ、わかる、まあ、ネットレッスンしなきゃいけねえとかさ、で何にもない時ってさ、その心の中でその流行る気持ちを抑えるのが結構困るんだ。寝れなくなっちゃうんじゃないですか。寝れない、それでしょうがねえな、どうしようかな、どうしようかな、新しいブログ作ろうってやめたほうがいいでしょ、これ。やめたほうがいいですね、それは。そうするとね、どうするかって、デリキンをアップロードした後に、はい、すぐあのメモ帳に載せてるね、デリキン消すの。ほう。で、次のニュース探しに行っちゃうんだよ。うん。それで、もうまだもうアップしたばっかりなのに、日記のタイトル考え始めちゃうの。それは病気ですね。このように進まなきゃいけないなとかね。病気ですよ、ね、やばいですよ本当に。それで朝方ねまだ記事が来てないんだけど、ちょっとあのアップしてとかで、ね、いろんなこと頼んじゃってさ、はあ、ねえあの俺なんかまあその夢のようにヤマさんがさ、なんかもうねあのポスター作ってくれたんだと思ってさ、ポスターまだ上がってないよとかさ言っちゃったりとか、かわいそうしちゃうんだよね。あねえあの URL 送りました、送った、ありがとう、というふうにこうなるわけですよ。三上はほぼサイコメトラーだよね。すごい最高メトラ、あのさって言った瞬間さ、はいもう送りました、大体俺と殺せなかったどんな会話だよ一体、イルカとクジラだ、途中がねえだろって、うん、イルカとクジラ、話の流れ的に分かるでしょう、ね、分かんないよ。いやでもね本当にね、世の中ねやっぱり前いろいろ困ったことありますけどね、うん、俺の今本当に困ったっていうのは、うん、シュートが70日間以上いないってこと。70日間でしょ、70日じゃないの、70日って2週間ちょっとですか、あれ2ヶ月ちょっと、70日って2ヶ月ちょっとでしょ、だから7週間じゃなくてですか、7週間はい、あ、そうだっけ、7週間ですよ。あ、じゃあもっと少ないからよかった、2ヶ月弱ですね、うん、はい、あ、じゃあよかった、70日いなくなっちゃうともう本当に大変なこと、いやだから困った、あ、そうか、じゃあよかった、そうそう、帰ってくるのは5月ちょっとあんな、5月の中頃ですよ、中頃帰ってくるんだ、はい、いやでもね3月のさ中頃からね5月の中頃までいないと困るよ。そうですね、めっちゃ、まあ、頑張って稼いでいきますよ、うん、稼いでくれてね、うんうん、どん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 あれしてくれないといけないですから、まあそういうわけでね本当にね困った時の神頼み、これが放送されてる頃は、はい、シュート君は長崎のハウステンボスですよもうね。あ、そうですね、本当にね大変だね、このとこね、あの中国と韓国とね日本がいろいろあったもんだから、うん、ね困りましたよ本当に、仕事なくなっちゃってね、うん、本当困ったことが多いね、大変ですよね、案外困ってないのが山田なんだよな、
あれ山沢はなんかうんこしゃいぬ期待されちゃうのが困っちゃうの期待されちゃうのが困っちゃうじゃないですか。あ山沢困ってんだ。あ山沢がね多分困ったことあると思うよ。なんすか困った時の神頼みしたいこと。昨日だかな山沢と話してて昨日か一昨日山沢お前本当に良くなったからあと一つだな少林寺やらないかって言ったの。すんげえ困ってた。それ神頼むしかないね。神に頼むしかない。もうあのね山田じゃないぐらいねおとなしくなっちゃって静かになって気配消し始めちゃった。借りてきた山田みたいになっちゃった。そう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 。うんこちゃんだよね。もうやばいっすよね。まあね僕はね一言も二言もたくさん言いたいんですけど、うん、私の日記とか私のラジオって言いたいこと言うじゃないですか。だから聞くときはあの全然対話ないですから覚悟して聞いてくださいね。だからその僕の日記の内容でがっかりしたりとか盛り上がったりしちゃダメ。ね、盛り上がってもいいじゃないですか。あのお母様連中今ねあの本当聞いてくれてるあのまあねあの前向きになっていただいてるのんちゃんとかねスラママちゃんとか他にもいっぱいいますよ、ねうん、でもこれは僕たちはみんな若い子たちを将来をあの困った人にならないようにするために頑張って喋ってるわけですから。あ、まあ、ね、ですよ。そうですね、はい、まあねそんなわけでね最後の困った話をもう一つ言いたいんですけど、はい、映画これね、れ言いたくしょうがなかった。映画の話、さっきしたばっかなの。いや、そうだね。さっきしてないじゃん。だって、これ、それ、これ多分さ、水曜日来週の。いや、毎日映画の話してるじゃないですか。うん、何言ってるんですか、ね。困りましたね。あの、ザ・インクレディブル、ワンダーなんとかワンダーストーン。ひどい。もうね、マジシャンの映画やってくれるのは嬉しいんだけどさ、あんだけいい加減なバックグラウンドでパロディだけだったらダメだよね。ね、今までマジシャンの映画って何かいいのあった？マジック関連でもいいや。なんかある？あれひどいもん。マジックマスター映画になってねえじゃん。そっか、うん、なるといいですね将来ね。だからね強いて言うんだったらフーディニーなんだけどさ、まあ、そうですね。魔術師の恋じゃなくて島田晴夫さんが出てたフーディニーのやつなんだけど、うん、でも最後は心霊になっちゃうんだよね。死んでからもう一度会いに来ちゃってさ、それ違うだろうとかさ、困るよねそういうのね。うん、確かにそれ、うん、あとオチのない映画とかもあるんだよねたまにな。それオチない映画の話ばっかりなっちゃうけど、踊る大捜査線のさ2だか3だかオチがなかったのかな。まあでもねそんなことやるとね人生ってね困ったりむかつくこといっぱいあるんだよね。本当にむかつくことあるんですよ、うん、だからまあね何なんでしょうかねこのやりきれなさ。映画の質が悪かったから。そうか、だから本当に俺今日ダメなんだなテンション低いのはそれですよ。だって映画よかったらもっと便がね、パン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 だ。あ、あとね、もう一つ困った話していい？どうしますか？あの、酒が飲みたいのに、まずいウイスキーしかないとき。あ、これ最悪だぜ。例えばね、もう一つ言うと、焼酎飲みたいときに中国の焼酎しかなくて、はい、これまずいんだ、うん。でも、アルコールを入れないといけない火曜日とかってどうする？これ困るぜ。それだったら、なんか長年使ってた扇風機が壊れるのも困ります。あ、困ったな、俺、扇風機壊れたとき。だってこれから夏に向かうんだよ。で、シュート君がいなくなるのに扇風機がない。扇風機一つぐらい僕になってもどうでもないけどさ、いた方がいいよ面白いと。まあね、扇風機壊れた時ね、もう人生終わったと思うから。まあ夏場 あのエアコンが壊れるのも同じですよね、うん、まあだからあの、もうまあね人ってさ、体感温度違うけど俺本当に暑いのダメでさ、寒いの好きなんだよ、うん、だから山里俺との体感温度の差って20度ぐらいあるでしょ多分。今日何度やった？25度とするじゃん。朝は22、3度かな多分ね。22、3度で俺は T シャツ1枚だね、当然ね。うん、うん、すげえ。ヤマザ4枚と、あと、マフラーだな。3枚か。安くにいいんじゃん、いけちゃうよ。脱毛で。あれすごいよね、うん。みっちゃんも T シャツだったもんね、あの時ね、1枚。うん、そうそう。どういうことよ。この中で寒いのってさ、ねえ、あの、ミカちゃん、はい、ミカちゃんは寒いのと暑いのどっちが苦手？暑いのが絶対嫌ですね。ああ、やっぱ同じだ。ミュウちゃんもそうだろ？山田は特殊だよ。あ、でも本館は寒いの苦手なんだよな、どっちだったら。いや、暑い方が苦手？北海道の人だもんね。寒ければ着ればいいんですけど、うん、暑くても裸になったらそれ以上ね、うん、俺はポンポンで汗だくなるさ、ほんと自宅、人呼べない、はい。まあそんなことでございますねそういう夏です。伺った方が困った。俺本当にすっぽんぽんだから、パンツ一枚履くのもや、パンツがさ汗でよれたらどうする。
死にたくなるよ、本当に。はい、ということでございまして、お時間がよろしいようでございましてまた困ったことを来週も話しますので聞いてください。それではさようなら。どうも。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。